エスタジオニュートン・サントスは、ブラジルのリオデジャネイロにある、陸上競技場である、座席数は46,931名。同スタジアムは2007年、パンアメリカン競技大会開催と2016年、リオデジャネイロオリンピック招致の一環として2007年に完成した、パンアメリカン競技大会では、陸上競技とサッカーが行われた。また、 ブラジル全国選手権一部のボタフォゴ FR の本拠スタジアムでもある。マラカナンが 2014FIFA ワールドカップに向けての改修工事を行っていたことから2012シーズンまではブラジル全国選手権一部のフラメンゴとフルミネンセが暫定本拠スタジアムとしても使用していた。2013年3月、 スタジアムの構造に問題が発生したため2014年6月の時点では閉鎖されたが、収容人数を仮設の1万5000席を増やして、国際基準の6万人規模になった。リオデジャネイロオリンピックでは、陸上競技及びサッカー競技が行われた。建築界では全観客が徒歩で11分以内に、避難可能にするのが常識だとも言われるが、 計5箇所の螺旋状の昇降漁地で四方を囲み、同8分間への短縮を目標に設計したという。ありがとうございます。